今回は久々にウーラオスやっていこうか。一撃の型でやっていこうかな。で、持ち物は猛攻ダンベル鋭い爪、ピントレンズでやっていこう。ウーラオスね、確定急所出せるからね。一撃を使えれば、黒線を放つことができる。で、ピントレンズでね、急所ダメージを底上げ。急所ダメージの底上げか。もできるからね。で、茶色メタルで、やっていこう。あとは。まずは野生モンスターをしっかり狩るとこからだな。そんな早いイメージないんだよな。力の鉢巻きとか持たせてれば結構早いんだろうけど、いや遅いよね、ウーラオスって狩るのだよね。遅いよね。でもそういうイメージしかないマジで。昔から、まあ、進化できれば話がすごい変わるんだろうけどね。まあでも遅いイメージはあるな。もう結構こうちゃんと買っていかないとさ、チルタリス戦に間に合わないイメージしかないね、これは。本当にだ、こっからだもんな。こっから化けるもんな、こいつは。なったな、ブラザー。あの呪霊も黒線を決めたという。今置いていかれてるのはこの俺、東堂葵。そう、遅いんだよな、こいつな。さあ、こっからだね。集合うるさいから、ちゃったりしようかな。はい、いただきます。これはちょっと引こうぜ。一旦隠れていいかな。やれそう、あれ。いや、無理か。あとミリなんだけどな。惜しいね。やめて、それ狩るのね、マジでさ。ねえ。ねえ、突っ込んで死んで狩るのやめてよ、それ。マジで言ってる、それ。本当に？ちょ、めんどくせえな。もうめんどくさいな。やめてほしいんだけど、絶対って。やめてほしいんだけどね。なんで俺こんな試合しなきゃいけないんだよ、マジで。ねえ。だるすぎ。いいよ、じゃああげるよ、それ。俺が折れるわ、じゃあ俺、それ。本当に気色悪いわ。俺が折れて、はい。いや、でもちょっと火力足りんなぁ。ねえ、火力がちょっと足んねえよな、なかなか。今のダメだったか。いや、でもフーパに当たらんか。いや、もうなんか萎えるよね。もはや萎えるよね。もはやね。どうしよっかな、こっからな。もうマスカに死んでるしな。ちょっと当てにくいわ。これね、ちゃんとアサシンしてあげたいんだけど、裏に隠れてやっぱり、あれしたいよね。地獄好きからのスタントって、入れに行けるのかな？ワンチャンいけそうだよね。ワンチャンいけそうな気がする。ただこれ上に、どっちかにちょっと集めてえな、味方をな。集めるか。ちょうどマンムーも死んだことだし、マンムーにも下来てもらって、で、やっていこうか。仕切り直してね。でもやっぱ、暗黒強打はやっぱお前せっかく中央上げたのにさ、クルトグレイシア。いや、もうちょっと引き寄せたいんだけどな。もうちょっと引き寄せれん、これ、マジで。来た。飛んでくる。やばいな、それは。なんかさ、息がさ、合わないよね。やばい、萎えそう。でもなんかもう萎えるよね。なんかね、もうね。もう仕方ないよね、これね。これは仕方ないよね。俺だって人間だからそういう日はあるよね。萎える日はあるよね。苗モードの日は、あるよね。ただ一撃、暗黒強打当ててからさ、仕留めきれなかったらさ、本当にさ、もう、何もできなくなっちゃうから、ちゃんと集団戦して、体力が、まあ、そこそこ崩れてるやつとか一撃で持ってったりしてっていう風にやりたいのと、まあ、アサシンちゃんとしたいから、集団戦やりたいんだけど、集団戦できる気あんましないんだよね。やっぱ、ユナイト技からの、あれいいよね。
やばいってこれ。相手のチームが羨ましいぞ俺は。なあ、息合いすぎやろこれ。こんなん一人でゴール守りきれんしな、どっちみちな。だからまあ野生狩りをするのが一番ベストなんだけどさ、もう戦わなくていい気がする。もはや多分5人揃わんからさ、きっと。そう、5人揃わんからもう野生狩りとかしてみたいなね、感じが一番ベストな気がする。引きこもってレベル上げして、まあレッグーザ戦でワンチャンつかむ。こう私だかとかと一緒に買っといてね。地獄好きって溜めなかったらダメージどれぐらい下がるんだろうな、どれぐらい下がるだろうな。いや絶対集合しない。絶対集合しない。どうせお前も集合しないだろうな、のしみち。いやこういう時チャンスなんだけどね、こういう時さ敵が突っ込んできてくるチャンスなんで、ここでしっかり隠れて伏線を当てていきたい。フーパーがユナイト吐くと思うんだよな。まあでも来てくれなさそうだね、なかなか。うん、ちゃんと帰ったね、偉いな、ちゃんと帰ったの。ブラッキーに姿見られちまったかも。ここで集合できて割れたら結構あっちんだけど、ブラッキーが来てるんでまあ無理かな。ユナイトしっかりぶちかまして、でつんよ。無理だなもうとりあえず狙うので精一杯だったな。これの黒線コンボ、確定黒線コンボ決めたんだけどね。いやきついね。いや守りに行きたいんだけど、とんでもな。ナイス、それは来た。黒線からのあれ決めてるからだいぶ削ったと思うんだけど、うわやるなそれ。グレイシアとか潰さなきゃいけないんだけどさ。来た来た、うわマジか。リソースに余裕がありすぎるね。脱出ボタンとかまだちゃんと抱えてるもんな、ちゃんと抱えてるから。リソ相手にリソースの余裕がありすぎてる。ただグレイシアももう尽きてるね。脱出ボタンもないと思うから、今ので仕留めれなかった分は、まあ、最後のレッグーザ戦だね。レッグーザ戦でしっかりグレイシアをケツから刺して分からせに行こうぜ。それで、まあ、それでダメだったらもうダメだったで。いやでもそれちょっと無理だな、でもきついね、いろいろとね、それされたらな、マジきついわ。ただ真ん中に集合するのが一番いい気もするんだけど、もういやでもグレイシアとか来てんだったら一旦これ帰ってよくね。じゃあみんなで守りに来てんだったらさ、どこだグレイシア、あそこか。ライトぶっ走ってで黒線。オッケーいいぞいいぞいいぞ。いやこれフーパー残ってっからさ、レジエリキこれしょらないとさ多分無理なんだよね。一旦しょってやれしないと。よしよしよし、行こう行こう行こう、ちょガンガン行こうぜ。もう中央殴る余裕あるはず、全然ある全然ある。ちょガンガン殴ろうぜ。もうもはや直線当てたら一旦引いて良さそうな気がするけどな。いやフーパーやべえなマジで、やってること。やべ、マスカイに落ちた、痛そう、痛すぎる。ちょっと待てよ、黒線とあんまり相性が良くないな、あいつと戦うのは。一撃の方で、いや仕切り直しにはできたんだけどな、きついね、きつい。終わったわ。さあまともな試合ができたら、まあ、いいんだけどな。まあでもこれもね野良だからな、やっぱりこういうもんだよな。
このゲームな。これとこのゲームに本気で向き合うとね、ああいうのにガチでイラつき始めるからな。怖いよね。時の旅人って名前いいな。ゼルダのあれみたいだね。時の勇者みたいな。そんな感じだね。最近ね、ムジュラの仮面のあれ見たんだよな。やったことなくてさ、ストーリー見たんだよね。いや、ムジュラの仮面のストーリーもなかなか良かったね。ちょ、Sバがだりーな。ああいう通常攻撃早い系ってさ、結構ね、大変なんだよね。無理やりゴール決めたりすんのって。割とこう、骨が、取っていいよ。結構骨が折れるんだよね。頭突きでいけそうだね、これね。そのままね。いいね。俺のミニ黒線で。ミニ黒線、黒線じゃねえのよ。全然まだ黒線じゃねえからな。あ、いいね。なんだ、サーナイトが来てる？で、暗号強打覚えて、いいぞ。いや、猛攻ダンベル積み放題なんだけど、ここで。すごいね。いいね。いい黒線が入ったね。ちょっと黒線が溜まるまで、イモろうと思ったんだけど。イモる位置があんま良くなかったね、多分。やめとくか。アサシンムーブもな。やっぱ集団戦できてるからこそ、しやすいもんな。あの、味方が、イワパレスが。え、大丈夫それ、イワパが買ってて。学習装置とかだって持ってないでしょ。大丈夫かな。え、この試合も結局そうなって終わり。よしよしよし、危ない危ない。ちょ、中央いかん。これね、早めに、隠れておきたい、ここに。そうすると、敵のやばいやつとかが、こう、来にくい気がするな。ちょっとした。くれるってこと俺に。あ、優しいね。優しい優しい。なんか、イワパレスがなんかおかしなことしてる気がするね。なんかおかしいことしてる気がするわ。大丈夫かな？気のせいだったらいいんだけど。で、まあもう、気にせずに下レーン大事にすればいいんじゃねえかな、もはや。片方さえどうにかできてれば、そんな状況めちゃめちゃ悪いなんてことはないと思うから、ちゃんとね、片方だけ。いや、今日はもうソロランクの闇だな。マジでな。てか、地獄好きからのスタン入れてからの暗黒強打ちょん打ち？全然火力出ないからね。それはちょっとやめた方がいいね。ちゃんと溜めないとね。ちゃんと溜めないとなんか出ないから。やっぱちゃんと、草むらに隠れて暗黒強打打った方が、ね、いいね。そっちの方がね。無理やり正面から。まあ、でも地獄好きからのユナイト技からの、帰るか。ちょっと上レーンに行かないと、多分イワパレス。いや、こういう時に、タンクがいないとちょっときついぞ。誰が正面から受け止めるんだっていう感じなんだよな。で、アブソルも俺も、アサシンムーブがしたいわけでさ。よしよしよし、いいぞ。ユナイターズ覚えて、ここはしっかり、ユナイターズぶちかましてで、黒線打って、よし。今2連携をしたから火力枠。ナイス。まあ、岩パもなんだかんだ来てくれたね。てか3連携をしてんだ、俺。いいね。いいね、いいね。ちょっと待って、誰かレジエレキ止めて。危ないよ。いや、いいね。やっぱアサシンムーブ。だよな。集合って。まあ行きたかったんだけど。行ってあげたいけど、あまりにも早すぎて、ちょっと無理だね。間に合わんね、それは。マジか！ S 版に負けちゃったか。そういうこともあるんだろうけど。ちょ、想定外だな。いやー、なんか削られすぎてやべえな。やっぱ、アサシンちゃんとしてあげないと。これしっかりやっていきたいんだけどさ、もう本当にさ許せねえな。決めた。お前にユナイト打ってる。そんなに俺のユナイトザ食らいてえらしいな、てめえ。暗黒兄弟でちゃんとやりきりいけばよかったね。脱出ボタンで測れるかなって思ったんだけど、
これも上レーンに、いやもう上レーンに味方集まってくから上レーン押すしかないんだけど、もはや。ナイスユナイト、いいね。ナイスはどうでもよくて、サーナイト止めに行きたいね俺ね、ちょっとね。来た来た、はい、ドーンからのここ、いいねー。クライティらしいから、どうやらめちゃめちゃに痛い痛い痛い、マジで痛い、マジで痛い、マジで痛い。よし2000ダメージ入れて逃げてやろう。まあでも、ちょっと決定打にかけるかな。ゴール割っちゃいたいんだけど、ちょっときついかな。さすがに割れたりはしないかな。いや、これ野生狩りしてユナイタと貯めて、もう一回サーナイトに技をぶち当てたいんだけど、いいね。来た。そっちに逃げた、そっちに行ったか。先にマンムー仕留めるべきだったかな、これな。いやー割れねえな。一旦じゃあもう撤退でゴール守る感じの立ち回りにしちゃった方が良さそうだな。じゃあなんかカウンターで仕留めるみたいなね感じが多分結構いいと思うんだけど。いった、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、しっかりアサシンしていけ。ほんと難点はね、暗黒強打打った後に仕留めれなかった時に何もできんくなるのかな。まあ、そこがね、そこが難点だよね。まあ、気持ちいいけどね。一撃突破できれば。ここんぎもじんぎもじって感じだね。いいね。いや、これ下レーン集合したいけど、上レーンに。あ、なんかこれ超えたかったんだけど、超えれなかったよ。まあでも敵が上に集まってんだったらリザードのサポートしに行くのが一番いいよね。だから君たち最高だよ。いいね。はい、しっかり黒線決めてね。意外と地獄好きで張り付いてからの捨て黒線打つのそんな悪くないのかな。まあでも今のは S バがね、多分脱出ボタンとかもなかったからこそできたあれなんだろうけど。また最後ね、最後に、サーナイトかな、サーナイトを落としに行く立ち回りをしっかりやっていこう。まあ、エイフィーとかね、スバとかにもろもろめんどくさいやつは多いけど、まあ、サーナイトじゃないかな、一番なんかこう怖いのって。S バーユナイト入ったしな。これ多分視界取られてる気がするんだよね。ピクシーが出てきて、エイフィーがいて、怖いね、あれね。来た。で、はい。ドーンって打って、ここあいつどんなとこにいるんだ、やっぱどんなとこにいるんだ、あいつ。いいね。さあ、あとはしっかり、黒線でね、取ってね。いやー、いいね。しっかり、待って待って、アサシンできたね。ちゃんとね。よし、あと頼んだ、リザード。ナイス、いいね。いいねだいぶシールド剥がされちゃったね。もう本当にさ、ちょっと残ってる俺シールド。残ってるけどな。残ってるけど、まあ勝ってるだろうから引いていいな。余裕で引いていい、これは。もう無理だしな。まあ、サーナイト仕留めれただけでもな。あと、ピクシーの重力がなければな、もっと迅速に仕留めれたんだろうけど、ちゃんと重力見てね、仕留めれたのはいいことなんじゃないかな。地獄好きからのね、ユナイト入ってね。ただ、俺がなんかユナイト入ったタイミングで結構アブソルがね、来てくれてる気がすんだよね。ちゃんとアブソルもアサシンしてると思う。だから、そんな人のプレイまで見る余裕あんまないんだけど、あんまないからあれなんだけどさ。2回ぐらいね、俺ユナイトの打ち上げからの黒線で仕留めようっていう
のが2回ぐらい今回あったと思うんだけど、どっちも最後にアブソル絡んでくれてると思うんだよね。そういう記憶がある俺には、そういうイメージね、あるね。いや、よかった、なんとかなったね。いいね。さあ頑張っていきますか。今回はあれだね、中央だね。中央ね、結構ね狩るのね遅いからな、だいぶ頑張んないとな。結構ギリだよな、間に合うのが。あ、でも急所が出てくれたら、あ、いいね。今回急所出るぞ。そう、それでいい。急所がだいぶ出てくれたらマジで早くなるんだけど。なんかこれさ、岩砕き打ってさ早くなってる感じもしないんだけどね。これ俺の気のせいね。あ、ミスった、やばい。これ間に合わない可能性出てくる。ね、岩砕き溜めてさ、これ早くなってないと思う。いや、これ間に合うか怪しい気がするわ。やばいかも。すごい情けないこと言ったら、岩砕き溜めない方が早い説マジである。本当にある。通常攻撃でぶん殴っちゃった方が結構早い説割れてあるからね。でもこれ本当にさ間に合わないんだけどね。ちょ、急いで。オッケー、ギリ。よし。でもやりきれないか。オッケー、間に合った、ギリ間に合った。オッケー。いや、まあ、もうちょいいい位置取りいけた可能性はあるんだけど、ちょっとミスった、続きとかミスった割には、結構早めに、いけたんじゃない?で、結構野生モンスターこっちが食えたよね。いや、ウーラオス、この序盤がな、序盤結構ね、地下8とか持ってないと、やっぱ苦しいイメージはあるんだよな。よし。真ん中先に行っちゃうか。なんか何枚か暇な人何枚か来てくれたらめちゃくちゃ助かるんだけど。まあ、喧嘩両成敗って感じかな、今ので。ナイス、いいね。強い。それ強い。よくやった。偉い。一発ちゃんと黒線当てれたのもね、偉いからな。やっぱ草むらに隠れて黒線だよね。地獄好きからの黒線決めるわ。あいつ機動力ないから。さすがにね。さすがに無理か。てか結構うまい、ミユが。今弾いてたしね。で、これ下レーンに1枚欲しいね。下レーンで、ね。ブラッキーに来て欲しい感じはすごいあるんだけどさ。いやー、きつそうだね。アサシンできないんだよな。この感じだとね、なかなかきついんだよな。まあだから待つことになるかな、一旦。上の奴らを。っていう感じになるかな。まあ来なかったら来なかったでも、ジュナイパーとかをね、いや、だるいなー。アサシンできない、本当に。あいつが食いそうだから食っといて。あいつもグロパンとか持ってるね。いたな。いけないよね。まあ、でも上レーン勝ってっから、まあ、あと下レーン守れればいいかな。レジスチルはさすがに取れないかもしれないけど、守りきりさえすればなんとか。こいつ荒れてさあ一発当てれたんだけどね。ただレベルがね、相手の方がちょっと有利になっちゃうよね。レジスチルだっけ、あれ取られちゃうとね。それはあったりするけど、まあ、ここで回収できればいいんじゃねえかな。一旦しのいだ。じゃあユナイト技覚えよう。ユナイト技覚えないとさ、正直マジきつい。何もできない。何もできんくはないけど、ユナイト技があるだけでだいぶ楽になるからさ。ちょっとちょうだいね。ありがてえ、優しいね。
で、ジュナイパーをしっかりと落としに行きたい。まあ、ルカリオは、あれ、あんなガンムシでいいや。あんなのもう、もはやガンムシでよくて。で、しっかり、ドンと打ち上げて。はい、完璧、いいね。いいよ。いいぞ、これ。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ガンガン行こう。こっからね、やっぱユナイト技からのね、起点だよね。まあ、ここでしっかり33ポイント決め込んで、ダンベル積みながらだね。もうジュナイパーの本当に、きつい。あとは、慕われても、あ、まあ、うん、慕われてもいいから上、何かと上でレジェリキを送った方が楽そうなんだけど。気がするんだけど。当たったかな？当たってねえか。分散しちゃうのどうなんだろうね。でももう殴っちゃうね、これもうはや。殴んないと、始まらなそうなんで。まあ、下レーンは、下レーンに今2匹ぐらいいるけど、やばいな、ブラッキーやられてて、ルカリオがいるからな。やったルカリオ、ナイス、いいね。頼もしいね、このミユ。頼もしい、このミユ、なかなか。まあ、レジェリキ送り込んで、まあ、下ゴールが残ってんのもいいね。なかなかに。なんとかなりそうだわ。ユナイト技が溜まれば最高なんだけどな。ジュナイパーとかどうせいるだろうな。どうせジュナイパーがいるんだよ、そこに。で、しっかりドンって打って、で、はい、黒線！いいね。また寄生虫してるよ、こいつマジで。あとはしっかり黒線をぶちかます。気持ちいい。気持ちいい。ちょっと引こうぜ。引こう、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 引こう。引こう。危ないぞ。決めれるんかい、でも。ジュナイパーとか飛んでくるかなって思ったんだけど。決めれるんかよ。ちょ、インテレオン。もういいから早くちょっと。俺も食べようじゃあ。お前がそうやって貯めてサボるんだったら俺も貯めてサボるぞ、おい。サボってるわけじゃないんだろうけどな。ちゃんとラストヒット狙ってるよっていう意思表示なんだろうけど。マスカーニャをしっかり仕留めていきたいね。どっから来るかな、俺的に。こっから、あ、そっちから行ってんのか。逃げてんのか。なるほどね。脱帽あんま切らない方がいいな。はい、完璧。いいね。あとはこれもう、やる時間ないかな。上レーンはな。やる時間はないから。あとは、ここでな、しっかり買っていくだけなんだけど。てか、赤バフは不思議バラに開けた方がよかったかもね。鈍足ばらまけるから、何かと、遠距離攻撃のやつにばらまいてもらった方がいいかもな。俺一瞬の火力で十分だしな。まあ、13レベルにはなりたいんだけど。あいつもくれてるからすげえ、優しいんだけどさ。助かるんだけど、それは。ジュナイパーを落としに、行きたいね、できれば。あと、ブラッキーが裏取りってんのちょっと厳しいかもな。ブラッキーが裏取り行ってるのが、ちょっとあれだったんだけど、まあなんとかなってるかな。で、ジュナイパーが向こうにいるから、こっからちょっとぐるって大回りしといて、ジュナイパーをしっかり落としに行く立ち回りをしっかりやっていく。素晴らしいアッパー。殴っていいだろ、もうこれ。集合釣ってるし、こいつが。あ、殴る気配ない。でもこっちラストヒット結構強いしね。ルカリオがやばいかも。待て待て。やばい、危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。危なかったな。まあでも相手結構落ちてっから取られても勝てそうな気もするんだけど。まあにしてもちょっと今のは危ない賭けだったね。ルカリオ。まあでもルカリオに暗黒兄弟打つのも悩むしな。しかもみんななんかこう溜めれるスキルだから、やっぱラストヒットみんなで狙って溜めちゃうよね。みんなで貯めて、あれってなるよね。ああ、よかった。チームが強かったね、今回ね。なかなか。動きやすかった。やっぱ、強いとね、動きやすい。もうほんとそれはもう、
わかる。動きやすいんだよな、強いとな。またユナイト技が大事だね。ユナイト技覚えるだけでだいぶアサシンしやすいもんな。で、一撃だけだとね、ちょっと条件が揃うまでがな。相手が草むらに近づいてくれたりとかするまでが。草むらに近づいてくれない時もあるもんな。そういう時にもう無理やり、ユナイト技があったら無理やりアサシンできるのが、マジ便利だよね。でもやっぱ一番気持ちいいのは草むらから黒線当ててからのユナイトからの黒線復活からの、もう一丁黒線ぶっ放すとか、それが気持ちいいんだよな。全部で8000ダメージぐらい入るんじゃない？ユナイト技込みで。黒線が2500ぐらい入ってるイメージあるんだけど。それができるんだったら気持ちいいんだけどね。よかったよかった。